歯磨き剤光学顕微鏡による拡大画像歯磨き剤とは歯磨きの際に歯ブラシと共に用いて歯口清掃効果を高めたり歯口の病気を予防する等の効果がある化粧品的及び薬剤的製品の総称である歯磨き剤とも言うかつては粉状の歯磨き剤が主流であったそのことから歯磨き剤全般を日本語では歯磨き粉と呼び それはこのタイプが姿を消した現代でも、言葉として少しも廃れておらず、口実する練り歯磨きをもこの名で呼ぶ。現在一般的に使用されるタイプは、チューブ入りのペーストであり、レン歯磨き剤、レン歯磨きとも呼ばれている。歯磨き剤は、歯ブラシに適量を付着させて、歯磨きに使用し、使用後は塩化せずに吐き出すもの。現代日本では、医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律により化粧品及び薬用化粧品に分類されている。最初の歯磨き剤は紀元前1550年頃の古代エジプトの医学書の内容が記載されたパピルスに記載されたものであると言われている。そのエジプトでは4世紀頃には食塩、黒胡椒、ミントの葉、アイリスの花を混ぜ合わせた粉末の歯磨き剤が 使用されていた。古代ローマでは人間の尿に含まれているアンボニアが歯を白くするものと考えられ、尿が歯磨き剤として用いられていた。18世紀のアメリカ合衆国では焦げたパンを混ぜた歯磨き剤が使われていたことが明らかになった。また、ドラゴンの血と呼ばれる混合樹脂にシナモンや焦がした明板を混ぜた歯磨き剤もあった。人気ブランド コリノスの1940年代の広告ポスター。しかし、欧米で歯磨き剤が広く用いられるようになったのは19世紀以降のことである。1800年代初頭には歯磨きは主に歯ブラシと水だけで行われていた。その後まもなく粉末の歯磨き剤が大衆に広まっていった。その頃の歯磨き剤の多くは自家製でチョークの子、細かく砕いたレンガ。 食塩などがよく混ぜられていた。1866年、ある家庭百科事典は細かく砕いた木炭を歯磨き剤に使用することを勧めた。また、同時点は、その頃特許を取って市販されていた多くの歯磨き剤は、液よりも害が多いものだとして、大衆に注意を促した。1900年頃になると、火酸化水素や炭酸水素ナトリウムを含む、 ペースト状の歯磨き剤が進められるようになった。ペースト状の歯磨き剤そのものは19世紀にはすでに売り出されていたが、粉末状のものにとって変わるようになったのは第一次世界大戦が終わる頃のことであった。現在のようなチューブに入ったペースト状の歯磨き剤は1896年にニューヨークでコルゲート社によって初めて売り出された。1914年、 フッ素化合物が配合された歯磨き剤が初めて登場した。このフッ素配合歯磨き剤は1937年にアメリカ歯科医師会が批判した。しかしその後も改良が続き、1950年代、ADA はフッ化物入りの歯磨き剤を認証した。現在、フッ化物の適正使用量及び制限は国によって異なる。アフリカ諸国の多くでは、 アメリカ大陸よりもやや高い濃度で復化物を配合することが認められている。最近では人体の骨と神話性の高い臨海石を含む歯磨き剤が開発された。江戸時代初期にあたる寛永2年、定時屋機材門が江戸で定時屋歯磨き、大民公約と呼ばれる歯磨き粉を発売した。この歯磨き粉の成分は某州の海岸で採れる高さという非常に目の細かい。 県まさに、ページや流濃などの各種漢方薬を配合したもので、あり、歯を白くする、口の足しに匂いを去るという売り文句が添えられていた。江戸の庶民は、この類の歯磨きこと、防用紙を使用して、歯磨きを行うことが日常習慣となっており、当時の戦争時には200件もの防用紙屋が、並ぶほどの繁盛ぶりであった。188 18年には、 福原有リノブラ賛成者が経営する日本初の民間洋風薬局資生堂が日本で初めて連歯磨き福原衛生歯磨き石鹸を発売した。1945年のソ連対日産戦に際してソ連軍が旧満州地区で徹底した破壊と略奪を行った際歯磨き粉も大量に持ち帰った。化粧品が出回らないためおしろいの代わりに使用したのである。 そのため、バイカルコ一等には、歯磨き固習のする女性が増えたという。在日朝鮮人の帰還事業が始まった、当初の北朝鮮では、歯磨き粉が一種類しかないので、消費物資の山に囲まれて生きてきた人にとっては、質が低いものが一種類しかないため不足感が生じると帰国者が、日本の残留者に消費物資を求める手紙に記している。後、 観光客の一部受け入れが行われる時代になると、複数の種類が登場している。朝鮮人参の香りを配合した重温の高級品もある。デアシュピーゲル氏の記者が観光客として訪れた際、デパートに商品が少なく、ひとたびまともな商品が出ると、鉛筆売り場でも歯磨き売り場でも長い行列になる、というレポートを記したことを、稲垣武氏が実書で紹介している。 ラバウルで自活を強いられた将兵であるが、ラバウルでできないものは赤ん坊と歯磨き粉だけと言われた。また、梨本一子が第一次世界大戦時に、宇都宮商工婦人会で慰問袋を作った際には、半紙5条鉛筆3本、封筒50枚、用紙5本、巻紙1本、ライオンは磨き粉袋3つが1袋の中身であった。 たっぷり使うイメージ戦後の高度経済成長期を中心にした時代のテレビ CM やペースト状の歯磨き剤の商品パッケージにはペーストを歯ブラシのヘッドの幅いっぱいまでたっぷりつけているイメージの映像やイラストが溢れていた。なるべく多く消費してもらいたいというメーカー側の意向が強く反映されていたものと考えられるが、こういった表現は平成時代頃にはなくなっていった。 市販品の歯磨き剤は誤って大量に摂取しても安全なように作られていることが多く、フッ素含有量の極めて高い商品を子供が傾向してしまうなど通常使用の範囲外でない限り問題にはならないものの専門家の言うには小さなヘッド全体の3分の1程度になる長さを乗せて磨くのが良いとのことである。ここでは特筆性のある事象を分類することなく、 時系列で掲載する。歯磨き剤の基本成分は研磨剤と発泡剤を主成分とし、他の成分としては保湿剤や結合剤などの配合がなされることがある。また、近年、不ッソをはじめとする薬用成分が含まれる歯磨き剤が増加している。日本では薬事法により、基本成分のみの歯磨き剤は化粧品歯磨き剤に、基本成分の他に、 薬用成分が含まれている歯磨き剤は、医薬部外品歯磨き剤に分類される。少数であるが、医薬品の歯磨き剤も存在する。研磨剤炭酸カルシウム、水酸アパタイト、リン酸水素カルシウム、水酸化アルミニウム、アルミナ、シリカ等が使われる。発泡剤ラウロイルサルコシンソーダ、ラウリル硫酸ナトリウム、初等脂肪酸エステル、石鹸素地、 アルキルグリコシド等が使われる。保湿剤ソルビトール、グリセリン、プロピレングリコール等が使われる。結合剤アルギン酸ナトリウム、カルボキシメチルセルロース等が使われる。薬効成分を大きく歌ったブランドのレフ化物が最もよく知られ、有効性が確立されている薬効成分であり、無食予防の目的で入れられており、1990年のフゲの調査で、 高校保険の先進国では90%を超える普及率を示している。日本では近年になってフッ素が含まれている歯磨き剤のシェアが上昇しているが、2008年現在で市販されている歯磨き剤のうち、フッ化物配合歯磨き剤は89%である。日本においては薬事法により、フッ化物イオン濃度は 1000ppm 以下に規制されており、 市販の復活物配合歯磨き剤における濃度はほぼ 900ppm から 950ppm であったが2017年3月17日規制が緩和され上限 1500ppm となった研磨剤の強力な製品には歯のホワイトニング効果殺菌剤を添加したものには歯肉炎予防効果がある思考分解酵素のデキストラナーゼや殺菌 思考形成抑制作用のあるクロルヘキシジン、血液循環促進、修練、不修抑制作用のある塩化ナトリウム、消炎作用のある塩化リゾチームなどが知られる。なお、21世紀における国民健康づくり運動において、学齢期における復化物配合歯磨き剤使用者の割合を2010年までに90%以上とする目標が立てられた。 1991年の調査では45.6%、平成16年国民健康、栄養調査結果の概要によると、1から14歳児における、復活物配合歯磨き剤の利用割合は 52.、52.5%、最終報告では86.3%となっており、目標値の達成はできなかったが、使用者が、復活物配合か否かを認識していない可能性や、 復化物配合歯磨き剤が歯磨き剤に占める割合は現在約90%となっていることから実際の数字はさらに高いと考えられている。水道水復化物添加地区では1歳から3歳の間に復化物配合歯磨き剤の過剰な塩化をすると歯のフッ素症を誘発する恐れがあるため米国で販売される歯磨き剤の箱には2歳から6歳児に ついては、P サイズの歯磨き剤を使用すること、歯磨きを大人が見守り、塩化を最小限にするように、また、2歳以下の使用については、医師、歯科医師に相談すること、と注意書きが記載されている。チューブ式の構造図製品として存在する歯磨き剤の形状としては、樹脂や金属のチューブに詰められたものが、世界的に最も普及している。その他、 缶や瓶に詰められたものもある。星慎一が収集したアメリカの一コマ漫画のうち死刑囚を扱った作品でいよいよ処刑となって独房から出ていく囚人がチューブから歯磨きを洗面器に全部絞り出すというものがある。星はなんという豪華な快楽。いくらかの金があれば可能とはいうもののあなたにやってみる勇気がありますかとコメントしている。 歯磨き剤には食塩、黒文字、金馬等が使用されていることもある。梅干しを裏ごししたもので歯を磨くという方法を、辰巳浜子が紹介している。口の中がスッキリして、朝のお茶もご飯も、すがすがしくいただけると記している。喫煙の習慣によって、歯についた油を除去するための、ヤニドリ歯磨きという商品もあり、このタイプは、粉末で缶に詰められている場合が多い。 スモカ歯磨きの同名製品やライオンのタバコライオンなどが缶入りである。ライオンの山本は歯磨き剤を使用することで歯垢除去を促進し再付着、再形成を防ぐことが分かっているとしている。ただし研磨剤を含む特性上歯磨きを長時間行うことは歯を過剰に研磨することになり、エナメル質が剥げ落ちて虫歯になりやすい状態になる。 また、歯磨き剤には、方向剤が含まれているので、爽快感を得られる。このため、実際はブラッシングが不十分でも、十分に清掃できたと判断してしまうという課題がある。乳幼児に対するブラッシングでは専用の歯ブラシに、専用の歯磨き剤を用いる。乳幼児の歯は柔らかく、一般の歯磨き剤を用いたブラッシングでは、 葉の表面を傷つけ、虫歯の下地となるためである。国際ブランド、日本企業のブランド。ありがとうございます。